兄ちゃん、兄ちゃん寄ってって。兄ちゃん、もう席の可愛いやろ。どうです、旦那。遊んでいかありますか。勉強させてもらいますよ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの。あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しけりゃそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く。まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか。心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。当たり前やろが。くどくど言っとるんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断り。一教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。
Yeah!
Damn it.